都島逸夫は、日本の貴金属トレーダー、経済評論家、ワールドゴールドカウンシル、日本代表を経て、都島逸夫事務所代表、東京都出身。1972年一橋大学経済学部を卒業し、三菱銀行に入校。同校を退社し、1975年から、スイス銀行外国側赤金属部ディーラー。 ニューヨーク金市場フロアトレーダーを経て、東京金市場設立に参画。1985年にワールドゴールドカウンシルに入り、投資事業本部アジアオセアニア地域担当本部長や、日韓地域代表を歴任。2011年、豊島逸夫事務所を設立し、同代表就任。2014年には、元担当編集者のジブレンゲを、事務所の副代表に招聘。 経済評論などを行う。都島い夫氏による、金市場の解説三菱 UFJ 信託銀行、第十二回、WGC 日韓地域代表、都島い夫氏が語る、今後五年の中国が、金需給の景色を変える東証 ETFK ゾーン、ハはと、円の五月売り、東のく追加館は日本経済新聞二千十五年五月二十八日、私の相場人生、 三菱マテリアル株式会社特別講演会どうなるエニアス、原油、そして中国東京商工会議所、事部連営のご挨拶、豊島逸夫事務所、ありがとうございます。